先週 ZEP 東京で行われたライブには2000人を超すファンが詰めかけ大興奮。저희가일본에갔을때도일본의문화를길거리에서이렇게보면서즐겼던것처럼일본분들도저희한국에오면한국의문화를꼭한번체험을해보셔야될것같아요한국에는엔터메스포트가이빠이こちらは大人気のディスコジャンプ繁華街のど真ん中にできた新感覚のアトラクションなんです。일단엔터테인먼트장소가있는데요추천장소는개그라이브공연장도있을것같아요ウッチャッサは注目の若手芸人が出演するライブハウス。若い女の子に大人気。언어가달라도몸으로개그를할수있는거고아무리언어가달라도보면같이웃어줄수또공감할수있을것같아요꼭보셨으면좋겠습니다また大人な夜を楽しみたい時におすすめなのはこちら連日超満員のクラブ M2。韓国の有名 DJ が素敵な夜を演出してくれます。아저희가아직가보지못해서한번매니저분한테살짝물어봐서가보고싶습니다제가미성년자가있기때문에、네、아직저희도가보지못했는데저희한테알려주세요나야시오오타노시비니次回はこだわりのアイテムが揃うファッションストリートカロスキルをご紹介。